本日の相談です。まみさんこんばんは。女性は男性に比べると体の関係を持つリスクが高いですよね。なのにセフレを作るのはやはり性欲が抑えられないからでしょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで今回は女性がセフレを作る理由ですね。性欲が抑えられないからですかというふうに書いてくださって言ってたんですけど、性欲というのをただ単純に満たしたいというだけだったら、今はですね、様々なね、女性用のこう一人でね、楽しむような商品っていうのも出てきてると思うんですよ。こう昔みたいなはっきりと分かりやすい商品だけではなくって、すごくスタイリッシュなものとか、女性が手出しやすいものとかね、たくさん出てると思うんですよね。なので、性欲を満たしたいという、ただその一点だけだったら、そっち選ぶんじゃないかなと思うんですよ。だって、そうじゃなければ、まあ正直リスクしかないじゃないですか。特にね、不倫で、まあセフレがいるっていうタイプの女性とかだったら、本当にリスクしかないと思うんですよね。なのでそれ以上の理由があると思うんですよ。私が考える一番大きな理由は、傷ついた自分の心を癒したいという根底のね欲求があって、それでセフレを求めるのかなというふうに思ってるんですね。なのでセフレという目的で女性に対してアプローチをする時っていうのは、その子の心の傷っていうものがどういうところにあるのかですね、どういうことに傷ついているのか、コンプレックスは何なのかというところを考えて、でそこに対してアプローチをしていくとうまくいくなというふうに思います。なので今回は女性がセフレを作る心理っていうのをご紹介していくので、まあ、ぜひね参考にしていただけたらと思います。ということで、女性がセフレを作る心理、1つ目、自分の価値を証明したいです。女性というのは自分には価値があるんだというふうにね、思いたいっていう欲求がすごく強いんですね。男性はどっちか言うと、自分は一番なんだというね、欲求が強いように感じます。それに対して女性はですね、自分には価値がある。で、いつまでも女として見てほしいっていうね、欲求があるように感じますね。なので、結婚しても、してなくってもですね、恋人がいてもいなくっても、いつでも、いつまでも口説かれたい。というふうにね、思ってらっしゃる方が多いですね。だけど、まあその、長い結婚生活とかですね、まあ、長いこうパートナーとの関係で求められなくなるっていう時にですね、自分がわからなくなってしまう。自分の価値を感じられなくなってしまうっていうことによって、でセフレを作るというね方向に走る方がいらっしゃいますね。でこういう話をすると、まあ、男性側からね、いやだけどね、奥さん誘っても乗ってこうへんねんもんとか、こっちはその気あるのに奥さん側から拒否られてるっていうね、まあ、お話をされる方いらっしゃるんですけど、その場合はですね、まあ、様々な理由があると思います。だけど結構大きいのが、直接的に誘いすぎている。ちゃんと口説いてないっていうね、方結構いらっしゃいますね。通常ね、女性と体の関係を持とうと思ったら、まずはですね、美味しいご飯を食べに連れて行くとか、綺麗な夜景見せるとかね、まあ、高価なものをプレゼントするとか、で、めちゃくちゃ口説いて、で、その上で体の関係を持つんですよね。結婚したから、あるいはパートナーだからって言って、まあ、すぐにですね、体の関係を持とうとすると、まあ、拒否られる。で、それによってですね、どんどんこう、まあ、心の距離がね、離れていってしまうっていう方が結構いらっしゃるなというふうに思います。なので、まあ、誘ってもね、女性が乗ってきてくれないとか、パートナーがね、なかなかその気になってくれないという場合は、まあ、しっかりとその工程を踏むですね、ということをまずされるのがおすすめかなというふうに思います。そして2つ目の理由が、自分を解放したいです。これは例えばパートナーとの関係に不満があるという場合ですね。本当はもっとこうだったらいいのにとか、自分はこういうのが好きだなっていうのがあるんだけど、それをパートナーに言えないと。なのでその欲求であったりとか不満を埋めるためにセフレを作るという場合ですね。これの根底にあるのはね、言っても分かってくれへんとか、物足りないとか、そういうのを言えない関係であるんですね。男性のこう言葉が強いであったりとか、立場がまあ強い、上下関係がね、できてしまっている関係とかだと、まあそのですね、抑圧された自分の欲求ですね、不満を解消するために、何でしょうね、セフレを作るという方向に、自分の抑圧された、まあ、欲求不満ですよね、それを解放するためにセフレを作るというね、方向で動かれる方もいらっしゃいますね。だからね、あんまりこう思ったことを言わないようなタイプであったりとか、まあ言うんだけれど、でも肝心なことはあまり言わないようなですね、タイプ。
なかなかこう話し合うっていうことが苦手なタイプとかだと、こういう理由でセフレを作るという場合が多いです。3つ目、承認欲求を満たしたいです。様々な男性から口説かれるというのは、その女性の承認欲求をめちゃくちゃ満たすんですよね。だからね、口説かれるっていうことに、まあ、その快感をね覚える女性っていうのは多いです。でそれからね、パパ活っていうのをねされる女性っていらっしゃるじゃないですか。でそういう方もですね、例えばパパ活だったらね、会員制のねちょっとこう高級なバーに連れて行ってもらえるとか、すごく高価なものを買ってもらえるとか、美味しいものを食べに連れてってもらえるとか、まあ自分の同世代だったら経験できないようなことを体験させてもらえるとかね、まあ、そういうのがあってパパ活されてる女性って結構多いんですよね。でそれって何かっていうと、つまり同世代よりも自分自身が優れていると思いたい、自分は他の同世代の女性よりも成長欲があってですね、めちゃくちゃこういい女になりたいと思っているですね、ちょっとそういう自分に寄っているというところはあると思います。で、まあ、それを全部ひっくるめて承認欲求ですね、自分はすごいと言われたいという承認欲求を満たしたいね、目的でセフレを作るっていう方はいらっしゃいます。そして4つ目、寂しさを解消したいです。これはね、恋人であったりとか、長いパートナーっていうのはいらないんだけれど、刹那的な寂しさをまあ解消したいですねというタイプですね。こういうタイプの人って人を愛したいんだけれど人のことを信じられない、だから深い関係になるっていうことにすごく強い抵抗を感じる、なので表面的なねお付き合いができるセフレをまあ求めているというタイプですね。あるいはお仕事が忙しいとか、まあ、実生活がねとても充実していると、恋愛はね、まあ、そもそもその人って振り回されるタイプのことが多いので、恋愛をすると振り回されてしまうと、自分の今の生活を守るためにまあその浅い付き合いであるセフレを探しているとかっていう方もいらっしゃいますね。で、こういう方って、僕はですね、家庭環境ですね、育ってきた環境でなかなかこう幸せな、なんていうか結びつきですね、そういうものを描けないっていうタイプが多いです。なのでこういうタイプはセフレをね、まあそれも複数人ね持たれる方が多いです。そして5つ目が、暇を埋めたいです。人というのは暇を埋めるというために生きていると言っても過言ではないのかなというふうに私は思っていて、だから悪いことした時にね、人って何も持ってない状態で何にもない部屋に入れられるんですよね。で、すごくこう遊びということを制限されると。それってどういうことかっていうと、つまり暇を持て余す状態というものを作られてるんですよね。なので人にとってはですね、暇という状況は、まあ、かなりね苦痛であるということです。なので暇な人っていうのはいろんな理由をつけてその暇を解消しようとします。で、それがセフレという方向にねつながっていくということがありますね、まあ、特にですね、結婚していて、で子供さんたちが手を離れたと、で自分はまあ暇になってしまったですよね。だけどパートナーが構ってくれないってなった時にセフレをね作るという選択をされる方が多いかなというふうに思います。ということでまとめです。今回は女性がセフレを作る心理ご紹介しました。まず一つ目が自分の価値を証明したいですね。そして二つ目、自分を解放したい。で、三つ目が承認欲求を満たしたい。で、四つ目が寂しさを解消したい。5つ目、暇を埋めたいでした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？まあ、今回は女性がセフレを作る理由っていうのをご紹介して、女性がどういうコンプレックスであったりとか、不満っていうものを持っているか、まあ、アプローチをちょっとこう変えるとね、成功率上がりますよっていうね、話をさせてもらったんですけど、ただ、結構ね、女性ってね、セフレを作るときに、メインの車があって、サイドカー的なね、こう、予備の車、的な感じでセフレを作るタイプと、完全に乗り換える目的でセフレを作るタイプといるので、あんまりね踏み込みすぎると、別にこっちが本命なんやったら何も問題ないんだけど、こっちもセフレで向こうもセフレっていうね状況で、まあ、お互いにとってメリットがある関係築きたいよねっていう場合は、あんまりねそのコンプレックスであったりとか悩みというところに
踏み込みすぎるとですね、向こうが本気になっちゃってトラブルになるということがあります。だから相手の不満っていうのをもちろん解消はしてあげるんだけど、深くまでは踏み込みすぎないですね。そのスタンス大事かなというふうに思います。だから自分自身にもパートナーがいるであったりとか、どうしても忘れられない相手がいるとかね、まあ、そういう君のことはとても人として尊敬しているし、まあ、好きなんだけれど、恋愛対象としてがっつり気持ち乗ってるかっていうとそういうわけではないっていうね、スタンスを崩さないってことが大事ですね。ただこれデメリットもあって、自分がそのスタンスで接してで本気になった時にね、向こうからいやいやそんなん違ったやんって言われる可能性はあるのでね、まあ、メリットデメリットあるんだけれど、だけどセフレとして、まあ、関係を築きたいという場合は踏み込みすぎないようにだけね気をつけてもらえたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。